はい、皆さんいつもご視聴いただき本当にありがとうございます。ゆうすけです。ということでですね、本日はですね、実は私の誕生日、1月22日誕生日なんですね。で、まあですね、ケーキとかはいらないからカレーを作ってくれっていうふうに言っております。で、カレーはなぜかというと、1月22日って実はカレーの日でございまして、まあ私昔からカレー大好きだったので、なんかそういうところに縁があったのかなというところみたいな感じで、まあ最初のですね、くだりをお話しさせていただいて、まあその誕生日だからということで自分にプレゼントとかっていうわけではないんですけど、レンズの整理っていうところで、まあかつなんですけど、先日購入いたしました FE16 16mm から 35mm f/2.8 の GM2 ですね。これも大満足のレンズなんですけど、じゃあ気合が入っていない時の、まあ、撮影にこれ使いたいかっていうとですね、まあ、使いたいんですけど重たくてちょっと嫌だなという感じっていうのがまず一つで、それでですね、そのもっとコンパクトなものだけど広角のものが欲しいということで FE の 24mm f/2.8 の G レンズを持ってるんですけど、これだとですね、若干その広角側が足りないというところもあって、まあ、一つですね、とっても注目していたレンズがありまして、そちらを購入してみたという話になっております。で、これがですね、すごく高いレンズじゃなくてですね、もう逆にすごく安いレンズなんですよ。というのがですね、まあ心配になっちゃうぐらいの話だったというところで、ちょっとですね、これレンズ中身出しちゃってるので、今このふにゃふにゃした箱だけになるんですけど、こちらになりますね。はい、ビルトロックスさんの AF20mmF/2.8 の FE、 まあフルサイズ E マウントに対応している超コンパクトなですね、単焦点レンズですね、こちらを購入してみました。まあ単焦点3兄弟ありますね、 FE の 24mm と 40mm と 50mm、 それと似たようなサイズ感なんですけど、機能としてはですね、とってもですね、こう省かれていて最低限の機能という感じなんですけど、それがですね、どのように映るかっていうのをですね、試してきましたので、この後ですね、動画の方を見ていただきたいと思います。それでですね、まあこのレンズというところで、なんで購入したかっていうのもちょっとあって、ビルトロック、同じくこのビルトロックスさんですね、の 16mmAF16、16mmF/1.8 の FE、これがですね、とってもですね、感触良かったんですよ。ということで、まあその感触がいい同じメーカーであれば、悪いことはまあ可能性としてはとっても小さいだろうなというところを思っていたんですが、まあちょっと今買う必要はないのかなっていうところで我慢していたっていうのがあったんですけど、まあセールが働きましてですね、セールがありまして、そちらで購入したらなんと2万円を切る価格でこのレンズを購入できてしまったんですよ。だったらもう買ってしまえっていうところで購入して本日試してきたって流れですね。ではですね、その動画の方を見ていただければと思います。はい、ということでですね、本日もいつもの公園にいまして、こちらですね、 ZV-E1 でお散歩に来てるんですけど、ちょっと違うところがあります。それがですね、こちらになりますね。はい、これパギアさんのですね、 AF20mmF/2.8 の FE、 このレンズをですね、購入してみましたというところで、本日はこちらのですね、お話をしていきたいと思うんですね。で、これですね、似たようなスペックのレンズを持っておりまして、それがこちらですね、 FE の 20mmF/1.8 の G レンズと比較してみてもですね、こんなにコンパクトなレンズなんですね。で、これ 20mm、 ただ F 値はですね、こう 1.8 と 2.8 というところでちょっと違うんですけど、まあどれぐらい違うかなって今日ちょっとですね、見ていきたいと思うわけなんですね。で、実際にですね、価格、これに関してはもう全く違いまして、こちらパギアさんのですね、 AF20mm の F/2.8 の FE、 こちら私1万円台後半で購入してます。まあ2万円でですね、お釣りが来るぐらいの価格で購入しました、新品でです。に対してですね、やっぱりこちらは新品で買うと10万を超えてくるであろうというところで、ここでも大きな違いがあるんですけど、それほどの違いがあるのかなっていうのをですね、この後写真と動画とでですね、簡単に比較してみたいと思うんですね。で、そのですね、光景をですね、今これ GO3 で、インスタ360 GO3 で収録してるんですけど、ちょっとですね、撮影してみて、行ってみたいと思います。ではまずですね、こちらこう皆さん見てみたいであろうというところで、このパギアさんのですね、ビルトロックスさんです、パギアさんって言ってましたけど、パギアで購入したビルトロックスさんの AF20mmF/2.8 のレンズでございます。ではこちらで収録していってみたいと思います。はい、ということでですね、各補正類っていうのはできるだけなくします。そしてですね、手ブレ補正、アクティブとダイナミックアクティブ手ブレ補正で、あと写真の方はですね、ピクチャープロファイルを ST にしております。というところでですね、漏出力とかではなく、そういったですね、まあ、補正された映像で見ていただいて、かつ動画の方はどんな感じかっていうのを見ていただきたいと思いますね。で、まずは、はい、このように手ブレ補正アクティブに設定したパギアさんのですね、この 20mm のレンズで簡単に歩いてみたいと思います。はい、収録を開始しまして、
はい、片手でいつも通りですね、もう私こういう風に撮ってるんですよ。なのでこうブレも大きかったりとかするんですけど、こういう風にちゃんと持てばですね、もう少し抑えられたりとかもしますが、今回はですね、この片手で持つというところで試してみたいと思います。はい、このような感じですね。で、これブリージング補正はついていないんですが、無限遠とですね、はい、こう無限遠と近接撮影とで、このブリージング若干ありますね。でも、まあ、こんな程度というところと、この速度感意外とこう速いんですよ。雲の方合わせても、はい、こんな程度です。はい、というところでまたさらにですね、ちょっと歩いていってみたいと思います。はい、こちらアクティブ手ブレ補正ですね。で、この状態で自撮りをしてみます。よいしょ。はい、20ミリということでですね、まあまあな画角はあるので、このようにしっかりとですね、まあ、あの顔大きくなりすぎずに撮影ができますというところです。ではこの後ダイナミックアクティブ手ブレ補正に変えてみたいと思います。はい、ということでこちらダイナミックアクティブ手ブレ補正ですね。もう手ブレですね、もうこのようにとても強力に抑えてくれて、かつ映像っていうのもオートフォーカスっていうのもこうパッと合ってくれる性能がございます。で、切り返しまして歩いてみます。まあ、これもう本当十分な手ブレ補正なんじゃないのかなと思います。で、今日雨予報なかったのに雨がポツポツと降ってきているというちょっと不幸がありますが、断行します。はい、ではですね、自撮りですね。はい、このような感じになります。まあ、20ミリなので、あのダイナミックアクティブ手ブレ補正入っちゃうとだいぶですね、こう顔大きくなりますが、それでもですね、このぐらいの画角感、あと手ブレ補正ですね、やっぱり見ていただきたいのは、こう片手で適当に持ってるのにこれだけ押さえてくれます。はい、そしてですね、こちら FE の 20mm の F1.8 の G レンズに交換してみました。で、まあ、できるだけですね、似たような感じ、片手で持って、まあ、両手で持つとこうしっかりと撮影することもできるけど、似たような感じでですね、収録していきたいと思います。まあ、まずですね、交換して最初に感じたのが重たいです。かなりですね、20mm の F1.8 のですね、ビルトロックスさんのレンズ軽いので、その差が大きいかなというところ。まあ、ただですね、やっぱりこう純正レンズということもあって、手ブレ補正の方は若干強力かなという感じで、オートフォーカスに関してはまあ問題なしで、でブリージングを見てください。はい、こう雲のところに合わせてパッと、このレンズはですね、このブリージングがとっても大きいっていうのがですね、ちょっと悪癖であるんですよ。なのでブリージング補正をつけるとさらに画角が狭まったりとかというところで使いにくいなと感じてしまうところが多々あります。はい、ではですね、自撮りをしてみます。このような感じ、画角はですね、大きく変わらないんですけど、ちょっとですね、やっぱレンズが重たいっていうのがですね、気になりますね。で、ちょっと雨がですね、雨粒がですね、レンズフィルターについちゃってるので、少し気になるかもしれないんですけど、お許しください。はい、ではですね、ここからはダイナミックアクティブ手ブレ補正をオンにしてみました。もうですね、映りというところでは全く何も問題ないのは分かっております。いいレンズなので、こちらも。ただですね、なんか先日ですね、やっぱこう、取り比べてみて感じたのが、GM レンズみたいにですね、新しい世代のですね、こう、GM2、まあ当然ですね、一番新しく、しかもハイスペックなレンズなので、そのあたりと比較するとですね、オートフォーカスも手ブレ補正もですね、若干劣ってるかなって感じは否めませんでした。ただですね、単焦点でこの価格帯でこの性能でってことを考えると、まだまだですね、このレンズが紙レンズであることは変わらないと思います。で、このダイナミックアクティブ手ブレ補正のところで自撮りをしてみると、まあこのぐらいの画角ということで、縁が 1.8 ってですね、やっぱメリットは結構大きいと思います。暗くなっていてもですね、全然綺麗に収録できるんじゃないかなというところですね。はい、ではですね、おいしょ、ということでちょっと写真をですね、撮影してみたいと思います。
はい、というところでですね、まあ、簡単にこう動画と写真と撮ってみました。でですね、まあ、簡単なお話をちょっとしていきたいと思います。まず機能面ではですね、高くなり本当にですね劣ると思います。 G レンズに比べると、まずこのレンズを見ていただくと分かると思うんですけど、このピントヘリコイドですね、これ以外何もついてないんですよ。というところで、このオートフォーカスの切り替えだとか、まあ、ファンクションボタン、あとはこの絞りの調整というところで、結構ですね、戸惑ったりとかもすると思うんですけど、まあ、価格ですよね。まず本当にこの価格が全てを許してくれちゃうんじゃないかなという感じ。というところでですね、あとこの軽さっていうところが大きなメリット。この ZV-E1 とですね、組み合わせるともう APS-C のですね、カメラともサイズ変わんないんじゃないですかね。というぐらいです。で、あとはですね、そのダイナミックアクティブ手ブレ補正を有効に使っていきたいというところで、同じくこの FE の 24mm の F2.8 の G レンズ、こちらを愛用していたんですが、その辺がですね、ちょっと使いにくかったっていうのがですね、これでもうですね、解決されてしまうわけなんですよ。あとはですね、私の中では、そのレンズ FE28mm の F2.8、FE24mm の F2.8 の G レンズですね。これとの違いっていうのをですね、少し、まあ、試してみて、そこからですね、いろいろと考えていってみようと思っております。ちょっとですね、コーヒー、本当はですね温かいコーヒー飲みたかったんですけど、温かいのは売ってなくてですね、冷たいの買ってきちゃいましたが、これをですねいただいた後にゆっくりですね帰路につきながら撮影をしてですね、皆さんにまた作例というか動画等を見ていただきたいと思います。全くですね困らないんじゃないかなと思いますよ。はい、ということでですね、もうここからはですね、あのインスタ360の GO3 の映像だとノイズまみれで見にくいと思うので、この ZV-E1 のみのですね映像でお散歩していきたいと思います。このですね ZV-E1 のメリットって私これだと思っておりまして、ダイナミックアクティブ手ブレ補正ですね、これがものすごく便利だと思うわけなんですよ。例えばですね、まあ、こういう大きなミラーレスカメラ、まあ小さいですけどね、を持って動画をですねこう気軽に撮影しましょうとした時に、どうしてもですねやっぱジンバルとかがないと画質、特にこの手ブレという面とかを含めるときついシーンが多いわけです。そしてこの ZV-E1 のメリットっていうのは、この超高感度センサー、もう最高の画質という意味で言うとですね、どうしても劣ってくるとは思います。分かってます、それは。でもですね、これただいまですね ISO は 12,800 で収録して、片手で適当に持ってですねこういろいろ収録してるわけですね。まあ、例えばこうパッと出して空き缶とかみたいな形で使っているわけです。この映像であったり手ブレ補正であったり、まあ、画質であったりっていうところって、このですねいかに画質荒れちゃってて良くなくなってますよっていうクロップされた状態のダイナミックアクティブ手ブレ補正であっても、アクションカムにですね劣るわけはないんですよ。ということでですね、こういつもですねアクションカムで撮っている手を捨てたりするシーンとかですね、まあこんな感じで気軽に撮ってみております。そしてですね、実際にこの歩いてですね撮影している時にも、絞りであったりオートフォーカスであったりというのが働くということによって、まあそれらの性能、制御の性能によって変わっていきますが、まあそのですね表現の幅とってもですね変わります。こういうのがまあ、こうですね、どこかに寄りますってなって、背景のボケ感だとかそういうのはどうかなという話とかになると、今こうパッと寄ってですね、こう暗くても背景ボケます、まあ、暗いと背景ボケると当たり前が絞りが開いてるので、ただですねそういったオートフォーカス等によってですね動きが変えられてですね、こう背景のバランスだとか表現だとかっていうのが変わってくるっていうのは、まあ、これかなり独特の世界だと思うんですよね。オートフォーカス絞りがあるっていうのは、アクションカム等では、まあ、ちょっとアクションカムと言ったらいいのか分かんないのな、存在として DJI Osmo Pocket 3があるわけなんですけど、等々からですね見ると、まあ、とてもですねまだ浸透している、もしくはちゃんとあるとは言えないと思うんですね。というのがあって、もうですねやっぱオートフォーカスと絞りがあるっていうですね強みっていうのは、本当このミラーレスカメラ等々のですね
最大のですね強みですね。でまたですねそういった製品たちで手ブレ補正がこれだけ強力なのって、まあ、ちょっとあの G9 Pro ですね、あれがですね相当強力ということなんですけど、まあ、ちょっと私がまだ使ったことがないっていうのでわからないっていうのと、 ISO 感度はここまでおそらく耐えられない12800常用 ISO なので、まあすごい世界なんですよね。これ F2.8 のレンズなんですけど、今 F10 とかなんです。ということはそれだけまだ余裕があるんですね。ではですねちょっと階段を降りていってみたいと思います。手ブレの効き方、補正の効き方見てみてください。こんな感じですね。まあ本当アクションカムのような手ブレ補正なんじゃないですかね。ちょっとですねやっぱガクついたりとかあるんですけど、それはですねまあご愛嬌というところなのかな。もうですねただこう実際にこう映すじゃないですか。映した時のですね、まあこれログで撮影してるんですけど、ログで撮影した後に、まあ、カラースペース変換やラットを当ててパッと出てきた時の映像がですね明らかに質が高いんですよ。これがですね簡単にできるっていうのはですね、まあとてもすごいなと思うわけなんですっていうのがですね、私この ZV-E1 ってかなり貴重なボディなんじゃないのかなと思ってるわけなんですよ。まあ、ダイナミックアクティブ手ブレ補正がそもそもこれだけですからね。でソニーさんも手ブレ補正優秀になったとは言っても、このダイナミックアクティブ手ブレ補正に比べると全然まだまだなわけです。でそもそもにですねこれが優秀かって言うとまたちょっと話が変わるんですけど、片手で持って適当にですね収録してこれぐらいのクオリティの映像が撮れるっていう段階で十分に優秀だと思うというのをですね片手で持って気軽に運用するにあたって、このですねビルトロックさんの AF20mmF2.8 の FE っていうレンズ、これですねかなりいい候補になるんじゃないでしょうかというのがですね本日お伝えしたかった結果ですね。まあ試してみてっていうふうに思ってたんですけど、実際にこのダイナミックアクティブ手ブレ補正までこう手ブレ補正の強さを上げるとですねすごくしっかり効くの分かっていたので、まあいいだろうなっていうふうな感じはもうあったんですよね。でこう明るいライトとかのところでゴーストとかフレアとかどうかな、まあ、絞られちゃってるんでちょっと正しい数値というかその表現はできないと思うんですけど、まあ、そんなにひどくないんじゃないかなという感じですね。はい、こういうレンズでございます。でこう持っていて明らかに軽いです。もうそれこそですね持ちやすさっていうのをちょっとですね工夫しているのもあってなんですけど、 ZV-1M2 も持ちやすいというところで手はですね疲れないですね、あれに比べても。であと起動の速度とかっていうのも、まあ、あのバッテリーの大きさもそもそもに違うし、まあ様々な面でこちらの方が価格は全く違いますっていう前提でなんですけど優れてますね。まあ、とってもですね楽しいですよ。こんな感じで使えております。表現はですね明らかに綺麗なんじゃないかなって思いますね。ということでですねこのレンズが、まあ、2万円しないで私は購入しているっていうところがなかなか衝撃的ですというのをですね動画でお伝えしたかったです。最近ですねそのリーズナブルにってところも結構ですね考えておりまして、まあ、ZV-E1 とこれのセットでいくらになるのかなっていうのをちょっと今下調べた上で下に貼っとこうと思うんですけど、こういう選択肢も長時間回さないのであればありなんじゃないでしょうかっていうのをですね、まあ、あのお伝えしたいんですね。長時間回す場合ですねあのウランジェさんとかから出ている空冷のファンとかをつけると結構撮影可能時間伸びるし、ハイスピード撮影を使わなかったらですね割とですね長回しできるんですけどね、ものすごく暑い時に果たしてどれだけ長く回す可能性があるのかっていうところを考えた方がいいと思っておりまして、そういったシーンではですね安定しているカメラを持っていけばいいと思います。故に私も FX30 っていうのはもう手放すことのないボディだっていうふうに最近ですね考えているんですけど、ただですねこの手ブレ補正だとかオートフォーカスだとかオートフレーミング等々いろんな機能っていうのが FX30 にあるのかっていうところで、この ZV-E1 っていうのは遊び心もとても豊かなですね素晴らしいボディだと思うんですけどねっていうところですね。いまいちですねこう人気があるみたいな話聞かないのでちょっと寂しいなと思って、私はとても気に入っているボディですっていうのを改めてですねこのビルトロックスさんの AF20mmF2.8 の FE レンズとともにですね雑談させていただきました。はい、ということですね比較プラス ZV-E1 いいっすよっていう雑談の回でございましたね。では失礼いたします。バイバーイ。あっ